城郭イラストレーターとして知られる香川源太郎さんの作品を集めた特別展が明石市の博物館で開かれています。明石市立文化博物館で開催されているのは城郭イラストレーター香川源太郎さんの作品展です。香川さんは子どもの頃に迷路遊びが好きだったことがきっかけで迷路のような日本の城に関心を持ち、後に城郭イラストレーターとして活動を始めました。今回の特別展では明石城や姫路城をはじめとする全国各地の緻密で美しい城郭イラストなど125点を展示、またイラストの中から隠れた絵を探す探し絵や段ボール迷路などもあり、楽しみながら学べる内容になっています。基本的にはもうほとんど建物が残ってないお城ばかりですので、復元という作業を一回通して書かれております。なので、当時の状況を踏まえたような作品ということになります。お城の王子の姿を、あ、こういう形をしていたんだという形で見ていただければと思います。この特別展は来月1日まで明石市立文化博物館で開催されています。